Wi-Fi に切り替えよう。なんかちょっとどいて。いらっしゃい。いいやっしゃい、どうぞやっしゃい。配信します、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、よし、どこもやっしゃい。お、めっちゃうまそうじゃん、やば、うまそうじゃね。なんか俺が作る鍋より、あんたの作る鍋めちゃくちゃだしね。そんなことはないけど。お母さん仕事してバカ息子の相手しながらご飯大変だね。確かに。そうなん、マティアスさんの鍋は高級すぎますもんね。確かに。無駄に。無駄に。お金だけ使って何の美味しくもなってもない。お母さん鍋ツンツンしたいですだって。は？何それ？いや知らんわよ。知るかよ。お母さんツイッターとかしてないのだって。何だツイッターって、よくわからんの。ツイッターで何、世の中で何、どんなもんかも知らんし。え、お母さん今夜平八を全裸にして髪の毛をむしろってからアヘ顔させてもいいですかって。はぁ、何は何ね、何、いやちょっとどういて邪魔だな、すっごく。あ、それみかん俺一個ちょうだい。リカードさん、レーズンツンツンしていいですかって、これの。はぁ、このレーズンをツンツンしていいですかって。レーズンってなんだ。いや、だからそこにあるレーズンじゃないの。何レーズンがある。いや、だからそこに、あのタッパの下に。レーズン、うん、レーズンなんかうちないよ。いや、あるでしょ。ある、タッパの下にレーズンって。お母さん、今夜対面ですか、どういうこと。親父さんはいつ死なれますかって。あ、みかんちょうだい。ゆくそで対面さえしたと思えないほどいいお母さんですね。だってあれ、いねえんだけど、消えちゃったやないかい。変なことばっかり言うからいじめるなよ。コメ欄やば、引くわ。いや、一番最初お前だろうが。よいしょ。あ、イノンこんばんは。チンスコ、チンスコ食べてみてよ。いや、分かってるも味。なんか感じ食べてる。食ったことあんの。あるよ、なんかあんたが持って帰ったらお土産で、お土産でなんか、いろんな人が持ってこないと。チンコスコール。いや、チンコスコールっていうのは、このお菓子のことですね。あ、イカルトさん、超ご自愛、ご自愛ありがとうございます。プレ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 、はーん。何してないですけど。いや、あんたじゃないよ。なんか、やっぱ。金八で竹林してますか。あいよさん、ご自愛、ご自愛ありがとう。プレ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 、はーん。
マジで。クワットユーさん、おしまくしやと、フレ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 、はー、あの、ちょ、おやおや、おや、ちょ、おや、あ、な、美容室行ったの、どこや、誰が、いや、あんただね、思いっきり短く切られてたけど、お任せしたら、うん、好きなようにお願い、お任せでお願いしますって言ったらめちゃ短く切られてる。いつ切ったの？先週、先週、うん、別にいいんですけど、まあ、まだって髪なんかどうせまた伸びるもん、うん、った短いぐらいがちょうどいい経済的で、親父も散髪しないといけんよな、普通に親父も散髪、おやつ、うん、散髪いかんでいいの、散髪でちょうだい、2000円。あ、いいよ。うん。いつ行く？明日。どこでやってくる？うん、近くで。うん？近くで。わかった。じゃあ明日一緒についていってるわ。うん。うん、あんた金はないの？うん？金はないの？なくて2000円ちょうだいって言ってるわよ。2000円ちょうだい。だからそれついていって、だけにですね、だからその時ついていって俺が払うわ、うん、ガイナーク見てんだよ、いやマティアスって書いてあったな、もしかしたらうちの親父メンバーシップ会員になっちゃうわ、これ完全にメンシップ会員だろあれ、ないか、ないか、2000円、うん、ガチ勢だよ、いやだってずっと見てるからもうメンバーシップ会員になるよね、何時だと言わせてもらうか、何が、うん、こっちでいいんだよ、鍋めっちゃうまそうじゃない、でも親が作るのはうまい、上手だな、うん、だから鍋ばっかりなんだけど、そもそもあのまあ今日は俺鍋作ってないから、うん、俺が作った時に入らないから本物の鍋っていうのを食わしてもらうわ、まあ、鶴太郎くん、今偽物だよ、マジ、偽物、いやだから偽物っていうかまずいから偽物みたいなもんだろ、俺が作った鍋はまずすぎるんだもん、食えたもんじゃないよ俺が作る鍋、いや鍋ばっか、今年そんな鍋ばっかじゃないけどね、言うほど、うん、まあ明日は鍋だけど、明日は仕方ないわ、うん、明日はしか、いたしたかたない、いたしかたないっすね、しかし仕方ない、うん、そうだよ、イカルドが作る方がうまいやろ、まあどうだろうね、まあ材料は俺の方がいいけどな、ほら
材料は俺の方がよっぽどいいけど。さあご飯できましたね。よいしょ。ん？あれ？おい！おい！久しぶりにいらっしゃい。おい！ガスが切れてるけどなんでだ？ガスが。あ、カセットの。ガスが切れとるけど、切れちょるけど。あれ、買い置きがもしかしてないとか。あら、やっぱ。あ？あら、買い置きがないぞ。なんでないの？いや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 。おかしいやろ普通に。これがでもあんまり持たん、あんまり持たんけど若干ある。どこ持たんじゃダメじゃん普通に。途中で切れる。持たんかったらあかんやろ。くせえしな。なんかそれはガス最初だけにし。あらないよね。奥の方にも買い置き。皆さんありますか？俺ちょっと見えないんで、ちょっとこれ見てください。ないわ、ゴキブリとかそんな馬嫌いとゴキブリ。どうすか？殺虫剤。 あるって書いてあるよ。殺虫剤でしょ。いや、え、ある。ちょっと待って待って、ちょっとさっさ買ってこいババアだって。うるさい。あー殺虫剤だ。ないわ。買ってきて。なんで変わって。足りんとは思うけど、まあ足りるでしょ。足りんかったらまあこっちで、あのあれこっちで温めればいいわ。親父に買ってきてもらえば。無理です。よし、じゃあもうご飯できたね。うん、こっちもある。肉を入れれば。いやもう俺あのあれ Wi-Fi、 家の Wi-Fi にしたから無理。親父、親父、うん、ご飯、はい、ほら、祝にしてますよ、皆さん。あと、味噌汁と。なんで味噌汁と鍋といるの？味噌汁いらんと思うよ。味噌汁も必要だろ、普通に。意味わかんこと言うの。味噌汁も必要でしょ。いや、鍋と味噌汁なんてどっちか一つでいいんじゃない。なんだかんだ言っても優しい息子ですね、やっぱり。どう優しい。え、いや、だから温かい息子ってことじゃないの。どこが知らんわよ。ちょっとあれだな、多分途中で切れるかも。てか切れると思うんだよ。でも逃げとるけんね、うん、あーでもな、まあいいわ。いやいいよ、買いに行く必要ないよ。俺ももう今あの足が筋肉痛で無理だし、普通に。値段ちょっと高いしね。もういいわこれで。いいって別に。てか無理だったらさ、もう別にあのあれ、いやもう冷たくていいじゃん。いや冷たい、こっちで温めればいいやん別に。でそっちで食べる。こっちで火を通して。だからいや使える分だけ使えりゃいいじゃん普通に、うん、それで早いだろ別にあっちで。だからそのそれ全部火がなくなってからそっちにしてよ。ある意味要するにさっさしろ。いや、そういうことよ。いや、やろうか。大阪からやけど、いや大阪から無理だわ。じゃあ行きます。あ、父さん呼んで。おい、普通の声に。おい、じゃあ呼んでよあんたが。
これ今でかい声出さんと無理だもん。おい、よっしゃー、 なんでわざと一応やめてよ。でかい声出しとかんと無理だもん俺。迷惑な。だからでかい声出しとかんと無理だもん俺。なんで？だから言ってんじゃん、体調が悪いから。うん、ご飯食べるよ。ご飯となってた。あと味噌汁も、味噌汁もね。味噌汁はいらん。うん、味噌汁重要だろ。重要じゃない。俺にとってはね、あんたにとっては重要かもしれないけど、俺にとってはご飯食べる。めちゃめちゃ家族。そんなことないですけど。普通ですけど。はい、ご飯。分かってるけど。早くしてよ。分かってるわ。分かってねえだろうが。ご飯って言って、いや、ありがとうございます。いや、ご飯重要でしょ。ご飯は重要だろ。いいよ、もう俺しか食べられないよ。ニート2人を養う母親。そうそう、かわいそうだよ。確かにかわいそうじゃないけども、もう一人はお金を入れんだけだよ、ね、だニートじゃないよね。おぉすごい、お金を入れんだけだよ。すんごいっすね。入れんでこれか、お金は払わない。すんごいね、これちょっとしか、多分もう、まあ、いいよいいよ、いつもいつもない。めちゃめちゃうまそうよ。それぐらいできるだろう。親父、味噌汁取ってきて。親父、味噌汁。自分で持ってこい、バカ。いや、意味がわからん、バカ。バカ息子。何がだよ、バカ息子。もうあんまバカバカ言わない。ごめんなさい。お母さんに怒られたい。あんた子供だよな、本当に。あんた本当なんか60代の子供だよな。いや、あんたには負けんじゃない、お父さん。さすがのお父さん、負けねえだろ。60代の子供だろ。あんたに負けない。あんたは親子だわ、マジで。そんなに。ケツ出すだよ、お前。毎回ケツばっか出しやがって。どれかいな、どれに入れたらよ、わからんわ。ちょっといいけん、ケツ爆弾食うか、マジで。お父さん、いいけん、どういけん。うん、あんた、なんもさんでいいけん、座っといて。お前とかやん。あんた、なんもさんでいいけん、座っといて、マジで。うるせえよ、お前ね。あんた、なんもせんでいいけん。うるせえ。ただ、座っとくだけでいいから。このクソタレは、たぶん、バカタレじゃないと言いたい。座っといて、うん、ケツが出るから。鍋セット何でもでき、何もできないから座っておいて邪魔だから。あ、そうそうそう、鍋セット、そうそうそう。せっかくその発言したのに何も聞いてなかったわ。お肉だけ取るなよ。しっかり野菜も食えよ。あれ、どうした、反応がキモいんだが。うわ、なんかちょっと、うん、やべえ。
君がちゃんに行くのみ、いやダメだよ。いや行くのみはダメだよ。わでも沸騰しとったら熱すぎるわ逆に。大丈夫。てかもう一回火切っていいんじゃないの？すごく熱い。ほら熱いって食えんってこんなもん。わかったわかった。うん、切らんと無理だよこれ。食えんで。さすがに。でそれでだ。食えんでこんなもん。ねえ。野菜も食わんと。野菜も入っとくわなんて。いやだけどそんなあのなんかそんなダメだろうな。そんなわさびみたいなのかけたら。わさびじゃないって唐辛子だって。いや一緒だろ。全然違うわ。なんでお父さん。ほら言われてんじゃん。あお母ちゃん、あのご飯と味噌汁とあのください。お母ちゃん気持ち悪い。何がキモいよ。マザコンだからいいだろ別に。お母ちゃん気持ち悪い。そうな。お父ちゃん、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 じゃほらちゃんと反応してくれるじゃん。あんただけじゃん。お母ちゃんって言ったらあれなの。気持ち悪い。何が気持ち悪い。まあ、人間うるさい。黙って食べて。いや別に気持ち悪くねえだろ。黙って食べて。意味が分からんお前。そこはまあ、マミ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 。あっちの方向きになった。河野太郎さん。いやもう人違うしな。確かに。確かに似てるよね、河野太郎に。じゃあ来たら次河野太郎さんあのあれお茶くださいって言うわ。麦茶入れたやつね。確かに似てるな。河野太郎だわ確かに。お前うどんちゃんにセクハラしたらしいな。うどんちゃんって誰？この世の多様なものの中で一番嫌いなのがうどんなんだよね。大っ嫌いうどん。マジマジカレーうどんも嫌い。ちょっと、おい、河野さん、河野さんちょっとあの麦茶入れて。ちょっとそれ入れといてあっちに、あそこに。なんかその子もっとあそこ面白いんだよ。河野太郎さんちょっと麦茶。麦茶じゃなくてさ、そろそろお茶変えたら。何に？三品茶とか普通にそっち系に。あ、三品茶ってうちにあるよ。なんて知っとる？あ、マジでちょうだいじゃん。これでしょ。これあんたお前どこから買って帰ったんじゃない？そうなん。食べてるけど、あ、食べて飲んどるけど。食べてるってどういうことだよ。飲んどるけど、三品茶。うん、それちょうだい。それ都で俺が買ったやつじゃないの？お前多分あのちょっと中国茶みたいな味がして、お母さん的には好きなんだよね。うん、子供の頃だったら絶対飲めんけど、今だったら飲んでる。あ、あんこ入ってるじゃん。めっちゃまずいわ。はぁ、めちゃめちゃ味まずいよこれ。そんなこと言われてる。親父に聞いてみ。まずい？いや。はぁ、いやだ、ちょっと油が濃いでしょ。まずいだろこれ。これ良くない。
ショックあんこ好きなのにお母さん。あんこ食べなんだった。いやマジでまずいと思うこれちょっと。だけあのよそ鍋の方にすればよかったんだよ。ん？寄せ鍋の方、あの豚骨醤油じゃなくて。寄せ鍋っていうか。あんこ入れなんでも。あのあんこ入れれんでよかったんだよ。なんで？で普通あんこはさ煮付けにすればよかったじゃん。めどこ鍋用でも。冷凍して置いとけ。うん冷凍して置いとけよかったじゃん。ああショックそんなこと今さら言われても。なあ。なんで一緒に使いたいの？なんでだ？ん？ブンツ、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 マジ？まずい？なんで？ショック。もうショックなしだ。あんこうって高級品だけど。この太郎さん、ちょっとコップ取って。誰がこの？はい？生臭いね、確かに。うん。味がおかしいだろ、普通に。いや、でもなんでこうなんだろう。いや、このトラさんちょっとコップ取って。髪短く切りすぎて髪もんで思い切り黒く染めてしまった。なんか昭和の人になってしまった。いや、この太郎さんじゃないの。昭和の人。あ、ほんま。いや、どうかもどうかと見ても河野太郎だけど。いや、昭和にはこの人いっぱいおったんです。これコップコックや。こっから。ないわ。まあ、あと1ヶ月もすればどうせ伸びるしさ。やっぱ真っ黒は良くないね。ん？もうちょっと、どう？薄くしなきゃ。真っ黒になったら。別に大丈夫だ、お前。あきらが言っとるだけだな。いや、別に河野太郎にとって何が悪いの？別に良くない？どこが似とるよ。いや。どこかにとやってどう考えても全部だろうか普通に。よく見てみ一回目合わせて見てみ。いやひどって河野太郎ブサイクじゃないだろ。河野太郎ってあの人でしょ。今何しろがさ、もう前はあのいやあの人でしょってここにいるじゃん。意味がさ、コロナのなんかいろいろ環境だった。今、今何大事なの？ん？うん。あんこって、だって美味しいはずだね。やば。あんこ？いや、この鍋はちょっと失敗だわ。マギー。うん、失敗。ガチ失敗。おいしくない。なんこれ、なんかあんこ鍋はこんな普通にポン酢みたいな水だけでよかったんだよ。あ、もう麺入れていいよ。いや、もういいよ、麺入れて。水だけでよかったね。もう麺入れちゃっていいよ。いや、でもこうなるとこっち入れないもん。親父、麺食う？うん、もうご飯食べちゃってね。うん？入れればいいの。うん。あ、でもやっぱあんこ、生臭いやつがするね。でも、魚はそうだって入れると、肉は肉だったら肉だって。魚だったら魚だって。ちょっとね、これはね、美味しい人とね、まずいっていう人は分かれるわ。結局あんこうが効きすぎてて、味がほぼあんこうだもん。なんか、その味が効きすぎて、あんこうの良さが。あ、そっち？
いやまあちょっときついなこれ。でも正直あんこ鍋って結構にあれ、いやだからそれはだからあれでしょ、だからそのなんか臭みが好きなやつでしょ。あんこ鍋臭いじゃん。これボロのあんこだったんじゃない？トライアルで買ったの。そもそも半額だったしね、そこが間違いなんだ。それを冷凍するだけやっぱそれでダメだったんじゃない、うん、その日のうちに食べらんないと、うん、そうだね、その日のうちにやっぱ半額の製品なんかその日のうちに食べらんと、それを冷凍するだけだったらいいかもしれないけど、食べ魚なんかダメだ。魚ダメか。でもこのくず切りが美味しい。これくず切り食べたら、これダイエット商品じゃない。くずがいっぱいあるんだよ。いやいや、もうあのラーメン入れていいよ本当に。なんで入れるか。少しは動いてよ。いや昨日とてもめっちゃ動いてたから。あ何して。あ？なあんた動くことあるの？いや、あんたに行きたい。いや、フットサルしてた。あんたフットサルしてた。まあ、宮古島で、うん、お、そうだ。できるとこがあるんだ。毎日あるね。いや、海にとかってことは、まあ、ほぼ、海は入ってない。ほぼフットサルしてた。海が綺麗で言うかな、フットサルより。いや、フットサルが重要だろ。海が綺麗で重要だろ。でも死ぬ前に一回沖縄行きたいよね。あ、そうなの。ご飯、連れて行ってもらえば言うかな。結構あれそもそもに宮古島にフットサルしに行ったしね。あれ？あとストレス溜まってんの。いつも溜まってるじゃん。でもこれ火が通って火がだって消しちゃうよ。いやつければいいじゃん。そのままもうストレスがもはやもうこれが普通になってしまっとるじゃん。ストレスに慣れてしまう。いやこれどうするだ。こんなんダメじゃない。慣れてはないだろう、さすがに。いや慣れと思ってストレス、もう思いっきり慣れてる。もう体制ができてるもん、体にストレスに対する。そうなん。でもやっぱそれが結構限界が来るけん、体があちこちやられとる。体が悲鳴を上げとる。やっぱ息子はママ大好きだよね。心は頑張っとるもん。まあ、そうだね。息子はママ大好きじゃないとおかしいわな。そんなことないよ。はい、ね、そういうこと言う。でもうちの母親結構若返ったよね。でもなんでも年々年取っても4頭も体もどんどんやられとる。そう、うん、あと3年後とかやばいと思う。もう働けんかもしれん。だからその時は家族全員でもう島に移住しようぜ。島に移住って、移住ってどういう意味だ。今島に言われるけど、だから島に、ね、島だわよ、離島に。どこの島。無人の方がいいだろ普通。無人島ってどうやって暮らすだ。知らない。めちゃくちゃな。いやでもそうじゃない、マジでなんかあのあれじゃない、普通に離島とか行った方がいいと思う。あっちの人クソマイペースだよ。こっちみたいにせかせかしてないよね。そういうとこのんびり、うちならどんだけのんびりしようと思って島根県なんか。いや島根県のんびりしないや、せかせかしてんじゃん。してるわけやん。これがせかせたら都会の人はどうする。いや都会がしすぎだけど、せかせか
まあそうだね、電波はないね、残念なことに。電波はない。でも沖縄とかさ、北海道とか、うん、1回は行ってみたいよね、死ぬまでに。行けばいいじゃん。でもその前に1回はディズニーランドにも行って。あ、これマジでこれまずいやつ。ディズニーランドも行ったことないし。いや、行けばいいやん、親父と。あそこも行ったことないやん、なんかね、レオマワールド USJ も行ったことないし。行けばいいやん。お父さんがもう、もはやどこも日本の席でさえ行けらんにかに行けるわけないでしょ。お父さんもどこにも行けらんし。そうなん、うん、お父さんどこ松江でも行かれになってる。かわいそうだな。免許更新の時は運転してくれたじゃん。で、あの時はまだ元気だったわね。なんか硬いんだってそれ。いや、片面がいいじゃん、俺。いや、硬すぎる。硬すぎだ、これ。硬すぎだ、これ。お父さん、筋力がもうどんどん落ちてる。多分もう、本当に、どこにも行けなくなっちゃう。前は東京も一緒に行ったのに、今全然行けない。無理、お父さん、無理。残念ながら。USJ は大阪っす。旅行なんか行けないもん、お父さんと行きたくても。そうな、うん、行く必要はないんだけど、うん、それはまあちょっと行きたいかなと思うけど、うん、お父さんが絶対嫌だって。なんかでも汁気がなくて、なんか全然もうちょっと行くか。あんこはマジいらんかったわ。本気でいらんかったわ。もうあんこ買うのやめた。もうつなめにせよかったよね。今後一切、うん、あんこはミスってるで。年食ったらベジニア健康ランドな。確かに。だって本当にどこかも行ったことないもんね。うん、こうだって遊園地ってのはまで昼前高原センターしか行ったことないという。もうどこもないもん行ったこと。いや、あるじゃん。どこへ行った。あ、どこへ。あ、クレポートピア。いや、イースの丘。はあ、昔クレは行ったよね。そういえば野球じゃないよ、サッカー見に。うん、サッカーのサンフレッチェ。うん、いや、全然あんた行ってるからね、遊園地。うんうん、ヒルゼン高原センターでしょ。イリスの丘だろ。イリスの丘に、ルークなんかなんもない。児童公園だろ。何がおかしいよ。児童公園ってその辺の公園でしょ。で、あれも遊園地って言ったくせに、当時。あれはね、世の中の人が行く遊園地だって。硬っ。でもあれだよね、 USJ にしても。 USJ なんか興味ないでしょ。いや、もっと若い時に行きたかったし。今興味あんの USJ に。ディズニーランド、今更ディズニー行ったってよ。ディズニーランドなんディズニー、ディズニーじゃねえかよ。行ったことない。うん、それ言ってもね。ちょっともうこれ消すか。もうダメだ。団子になった。話違うような気がする。団子になった。うん、これも明日でもやだよ。明日で。あ、ジブリパークはないですね。家族全員どこも行ったことないんだって。本当に昼遊園地って本当に昼前しか行ったことないんだって。あ、昼前とレオマ。ん、レオマ行ったのってあなたたちが小学校の頃でしょ。昼前だってしょ。あれ、ラーメン食いすぎじゃね。
きるジェンダーって言ったのも何十年前ですね。ひるちゃん、でもディズニーランド行ったことないって、多分私ぐらいのものだと思います。行きたくないでしょ、別に。行きたいの、うん、別に行きたくはならないよ。でも大概の人はみんな行ってるよ、1回ぐらい。うん、1回ぐらいは家族で行ってるんだよ、大体。お母さんの友達とかでも。そうなん、私は行ったことない。別に今更行きたくはないけど、本当にないもん。海遊館とかも行ったことないし。連れて行こうや。いや、そんなにで連れて行こうとしても行かんって言うからね。仕事があって無理だよ。休めんもん。じゃあ休んだら行くんかい。コロナが増えたけど、うん、ほら結局行かないんですよ。だからなら言うなって話よ。なら言うなって話よ。住めといてよ。もったいかんだろうな、絶対に。いや、あんたとはね。ん、あんたとはいかんもね。うん、お母さんとは行くけど、3人で綾乃湯に行こう。何言ってやお前は。出しなんといけんよ。コロナ気にしてたらキリがない。てか、うちの親コロナになったしな。でも、まあね、なったじゃん、コロナ。とりあえず、まあ、そんな嬉しいとお金ないし、うん、でも実は今度12月5日にはあれないよね、はい、お父さんの兵庫の友達が、うん、親子で来ないんだわ、わざわざ会いに、うん、もうこっちになった。あれ取ったって、旅館今なんか1年に来るってこと。そうそう、だけどでもあんたがおったら嫌だけん、さ配信したら、うん、うちに来るって言われてるけど、やめようかな、うち。でも夜だったら別に運転できないしなと思って。あ、いいよ。ちなみに誰が来るの。いや、私も知らない。よし、みんな嫌い人は来るの、うん、じゃあいいじゃん、配信しても。親子、何と、うん、旅行がてら来ないんだもんね。旅行がてら、うん、島根何の旅行しに来る。何もすることねえじゃん、姉妹やん。いや、会いに来ない、お母さん。前も一回、前一回来られたんだって、家族で。兵庫でも一回、大阪行った時は、お母さん帰りに。なんかくせえな、俺の服かな、これ。帰りに、兵庫で、うん、私泊まってもし、覚えてない。知らん。あら、もう大阪行ってから、だからなんか、なんだと別れて、うん、あの、あ、あ、どこだったっけ、兵庫の、あ、あれ、あの、いや、ちょっと忘れた。タバコ欲しい。お母さん一人泊まってかない、あんたと別れて最後一泊。いや、選挙の時。いや、選挙じゃないやん。あ、選挙だったっけ、あの時。あ、じゃあ、なんかあんたと言ったじゃん。あ、引っ越しだ。選挙の時しか知らないよ、俺。引っ越しで行ったのね、朝会、堺の方に。そうだっけ。あの帰り。
を眺めながら。いや懐かしいね、この感じ。財布チャンスは来ねえな。カード見とけ。いや無理やろ。いいんやないか。くそしん。いいわ。いや、ちょっと安しないといけない犯行があるね。